exciting and thrilling music. And Poppy's Bolletto. Saturday Night Entertainment Show. Saturday Night Level.夜9時半から生放送でお送りしている TBS ラジオライムスター田村のウィークエンドシャッフル。ここからは1時間の特集コーナーサタデーナイトラボの時間です。今夜お届けする企画はこちら。歌丸よ、運転免許も持たずして何が男か。この俺が法律の範囲内で車の素晴らしさを叩き込んでやる特集 by 安藤博樹 TBS アナウンサー。さあ突然ですが、題して私安藤博樹が考える歌丸よ、これが車の魅力だランキングトップ5。第5位浮遊感、第4位自分だけの空間、第3位加速感、第2位横地。そして私アンディこと安藤博樹が選んだ歌丸よ、これが車の魅力だトップ5、第1位はシフトフィール。以上私安藤博樹が選んだこれが車の魅力だトップ5でした。はい、もうすでにね、勝手だなーっていう感じが、勝手だなー感がもうね、すでにね、漂い始めておりますよ。すいません。はい、はい、よろしくお願いします。ということでね、突然始まってしまいましたけど、はい、改めまして、今回のね、企画説明ちょっとさせていただきたいと思います。はい。現在 TBS ラジオで火曜から木曜まで、夕方6時から4時間にわたってお送りしている生番組、ザ・トップ5。今冒頭で発表してもらったランキングを4時間、まあ、ランキングをひたすら4時間繰り返す番組ね。そうです。はい、私も、初回にね、ゲストさせて、いや、ありがとうございます。はい。そしてその火曜担当が、アンディこと TBS アナウンサー安藤博樹さんということです。どうもご無沙汰しております。はい。こんばんは。ありがとうございます。こんな企画で呼んでいただいてありがとうございます。毎週のようにね、はい、コンバットレックとね、はい、もうコンバットレックがもう毎週、はい、もう日に日に、はい、アンディさんのことが好きになっていくようで、もう僕もです、はい、もうベストカップル感がね、はい、ビンビン出ている。もうこっち側っていう感じですね。同じサイド、セイムサイド、ね、いやそうなんですよ。それね、はい、本当に僕らも思ってて、はい、あの番組すごいの、4時間やってるじゃないですか、はい、まずその手前で打ち合わせもやるわけですよね、はい、で打ち合わせから4時間やって、さらにその後1時間以上も、はいはい、ずっとスタジオで話してるじゃないですか。下手したら1時間スタジオで話して1回その後ご飯食べたんですけど、その後4時間で喋ってたんで、はい、計9時間ぐらいずっと喋ってましたからね。本当ね、その勢いですよね、はい、止まんないですよね、本当に、ね、本当止まんないんですよ。何なんでしょうね。守備範囲はそれぞれ違うのに、はい、なんかその守備範囲に関しては決して譲れない男たちがそうなんですよ、いるって感じですもんね。歌丸さんも初めてお会いした時に同じものを感じたんですけど、はいはいはい、失礼ながらね、本当に、いやいや、もう飛んでますよ、本当に。本当にそうなんですけど、あ、こういうセイムサイドの人が意外に世の中いっぱいいたんだと思って。セイムサイド、そうですよ、はい、アンディさんがね、僕なんか、はい、男にも女にも好かれるわけがないし、そんなわけないじゃないですかっていうね、もう本当に僕は大好きですからっていう、はい、そんなアンディさんも大好きすぎて、はい、まあ、先ほど、はい、なんでコンバットレックとばっか遊んじゃってさみたいな、はい、俺のことが好きだったんじゃないのかみたいな、はい、そういう気持ちを込めてこの番組をお呼びしたというか、ね、もうありがとうございます、はい、ね、この番組初めてなんですね、実はね。そうですね、この番組は初めて、ちょっと意外なぐらい。本当ですか。もうアンディは常にそばにいる気持ちで、まあ、一応明日の生放送が日曜日の生放送やってまして、はいはいはい、そうですよね、7時入りとかなので、はい、大体いつもそろそろ寝てる時間ですね。ただね、とんでもないです。ただこれはね、その要は、はい、トップ5で、はい、やっぱ出し切れない、ね、その熱量があるだろうと。もちろんです。特にその車と銃ですよね、はい、でその特に車の話、銃に関しては僕ね、はい、一緒に盛り上がることできるんですけど、すね、はいはい、車のお話、以前そのトップ5放送後に伺った話にあまりの熱量にちょっと打たれてしまいまして、はい、恐縮です、はい、ちょっとこれはぜひやった方がいいんじゃなくて、僕はね、後ほどね、はい、詳しく言うかもしれない、僕免許持ってない。そこですよね。コンバットレックも免許持ってないじゃないですか。そこですよね。それに関してアンディさんすごくおっしゃりたいことがあるっていう。いや、っていうか別に個人の自由なので、全くその今免許持ってらっしゃらないかと責める、ではならない、ないんですけど、ただ僕自分のことで考えてみたら、もう、どうやって生きていけばいいんだろうっていうぐらい、はい、その車の運転をしない安藤博樹というのは、はい、もう本当にもう無なんですよ。無、はい、無ってゼロなんです。ゼロ、じゃあもう、はい、もうほぼ100車を運転する安藤博樹でできているという。そうですね、そのために生きていると言っても過言、あまり家族には言ってないんですけど、もちろん家族は大事なんですけども、物の言い方にもね、よります、はい、はいはい、その、また別次元の意味で、こう別次元の意味で
私にとってはもう全て自分を楽しめているというか、もうトイレも車で行きたいぐらいです運転してどんな距離も、はい、あ、そう、そういう考えるとね、僕とかゴマトラックみたいに今持ってる、はい、僕なんかはまあちょっとネタ的にとはいえ、はい、原付免許を取ろうとして失敗してますからね、はい、まあ、 どうやって失敗したんですか、あれ。いやいやいや、筆記ですよね、原付って。筆記を、まあその、要するに、あんまり真剣に勉強せずに、はい、で、その、引っ掛けとかにも全部、もろに引っ掛かったりすると多分落ちるんで。ただ僕は、あの、これに関してはね、はい、話し出すとちょっと時間があるんですけど、これ、はい、国家の陰謀だと思ってるんで。はい、確かに、あれ、ずるい問題ありますけどね。はい、ずるい問題だし、あの、ちょっと、はい、試験の時ちょっと気になることがいくつか本当ですか起こったんで、はい、これこの話はね長くなるんですけど、まあそんな僕なんで、はい、車って全くその、まあ、子供の時スーパーカーブームとかそういうのはありましたけど、はいはいはい、そこには乗ってったとあるんですけど、はい、僕がちょっと、あ、でもこれは確かに、でそれ以来車の報道とか、はい、いろんなこうその見るにつけ、はい、ちょっと見方が変わったんですよ、やっぱり。というのは、え、いや、アンディさんのその車に対するね、この後ほど語っていただきますけど、はいはいはい、車文化、今の日本の車文化どういうことになってるのかみたいな、もうね、後で話しますけど、まあとにかく根本的に押さえていただきたいのは、皆さん、ええ、日本の高度経済成長を含めて日本のこう経済支えてきたのは基幹産業である車なんですよ、はい、それに対して今日本人が冷たい、なるほど、車に対して、これはまず非常に有意識問題だし、はい、ね、国全体のこれからの金国の行方にもかかってくるというね、はい、それに、あ、なるほどなというところがあったんで、はい、ちょっと後ほどそこもたっぷり伺いたいんですが、あの、その前にですね、はい、まず冒頭に伺った、はい、その私に教えたい車の魅力トップ5、はい、ね、を挙げていた、これちょっと解説していただきたいんですが、まず第5位の浮遊感、はい、これの夜の高速道路を自分でこう運転してますね、そうするとあのいわゆる余計なものが見えないじゃないですか、はい、道とその街灯ぐらい、うんうんうん、そこをスーッとこう走ってる時なんだ、一瞬ね、自分と車が消えるんですよ、存在が、いい意味で、お、空中を浮かびながらそれを滑降している、滑走している感じになるんですね、あ、まあそれが気持ちいいこと、あ、なるほど、スーッとこう自分が闇の中を移動してるような感覚、はいはいはい、これはね、しかも運転してないと分かんないんですよ、それはもうだからその、はい、もうあの運転しているっていうさ、その、はい、その意識さえ消えるぐらい車と一体感もしちゃってるような、分かってらっしゃる、分かってないですよ分かってないですよ、僕はそれが人に運転していただいてたりとすると、まあ、人間がもう一人いたりするじゃないですか、完全に一人で運転してる時のこれは味わえるんですね、助手席とかの方がよりさ、はい、何も考えずに冬感味わえそうな気がするけど、はい、そうじゃないじゃない、そっか、もう自分で運転してるからこそ、しかも一人じゃないですか、うんうん、これは特に一人の時に感覚を襲ってくるんですけども、はいはい、これ第4位でも通じますよね、自分だけの空間という、はい、そうなんです、だってそこで歌おうが叫ぼうが何か会社への不満を言おうが別に何のこうね、音がめも受けないわけじゃないですか、はいはい、まあそうですかね、まあ、信号待ちで時々変な人と言われる、あ、思われるぐらいで、そんなに車の中で歌ったり叫んだりしてるんですか、いや思ってみたんだけど意外に僕してないんですけどあの試作いわゆる考え事してる時間が長いんですけど、うんうんうん、でも結局そのあんまりこの世の中、はい、本当に自分だけの空間って、まあ、例えば家に帰って一人暮らしの人あるかもしれないんですけど、まあ、家族がいたりするのしますね、はいはいはい、お子さんなんかね、はい、意外にないですよ、そういう部分。なるほど、なるほど。トイレでさえ、外に誰がいるかわからない。なんかこう、家とかで、例えばその、はい、例えばうっかりね、パッとなんか、ふっとなんか浮かんで、はい、シュッと下打ちしたら、はい、下打ち聞かれてたなんてことありますよね、はい、これね。そうですね。何下打ちしてんのなんですか。ご近所のね、に聞こえる可能性だってあるじゃないですか。まあそうですね、ふざけんななんて。そうなんです。車ぐらいしかないですよ、そういう空間。あ、そう考えると、はいはい、本当に自由な空間は車のみだと。あとは一人バンドやってた時にドラムを練習しに一人でスタジオに行った時ぐらいですよね。まあ、まあ、いやそれはまあそうでしょうね。防音機関となってるから。はい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 。だあんまりこうそういうね、ないじゃないですか。プライベート空間っていうのは貴重であると。まあそこだけでもすごくこう自分でしかも一人になるという意味では自分で運転するしかないんですよね。はいはい、タクシーでも、ね、タクシーでも味わえないし、はいはいはい、友達と一緒でも味わえないので。なんかこうあれですよね。こう、はい、さっきの浮遊感、一人で運転して、はい、自分と道路のみ、はい、はいはい、でこうどうもう完全に自由な空間、はい、なんかちょっと孤高感がこの番組のワードで言うと KOKOU 孤高って感じがちょっと漂ってますね。ありがとうございます、はい、そこと合致していただければもう幸いです、ね、はい、でもそれ分かりません、今言ってる、まあ、まあはい、まあいい感じがしてきます、はいはいはい、大丈夫かな、なんかいや、いいですよ、いいですよ、これまだ序の口ですからね、大丈夫ですか、はい、第3位加速感、はいはい、これは、人間ではいくら人間が速く走ろうと思っても、うん、せいぜい 100m が10秒、はいはい、時速にすると20キロ弱なんですよ、はいはいはい、速くてもね、はい、
あのウサインボルトでさえ20キロや30キロでしか進めないわけですよ。はいはいはい、車、まあ言うたら300キロで走れるわけじゃないですか。うんうんうん、人間の、まあ、なかなか300キロ飛ばすね、あれもないですけど、まあ、でもサーキットで富士スピードウェイで250ぐらいかな、うんうん、だから10倍のスピードで走れるわけですよ。はいはい、その加速感、そのしかもあの車によってはもうシートにグラッと後ろにこうしてやってこう、はいはい、押さえつけられるような感じ、うんうんうん、だってあれはまあ車か、まあ飛行機でも旅客機だと感じられないですね、はいはい、なかなかね、あのそんなに急加速しないですよね、しないですよね、あの急加速型のジェットコースターとかね、はい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 、ってたまにありますけど、はいはいはい、でもまあなかなかない、ね、そうなんですよね。しかもあれは自分でコントロールできないので、なるほどなるほど、そうかそうか、あのやっぱ自分でコントロールしながら来るぞって言って、お前が自分で行くぞ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 、クラッチを踏んで、うん、こうある程度回転を高めてクラッチミートするガーみたいな、あー、はい、ミートっていうの、クラッチをミートするっていうか、クラッチがつながるし、クラッチミートっていうんですけど、うん、はい、あの感じですよね。もうなんかこう要するに自分を弾丸として発射する感覚みたいな感じなんですかね。正解、もう歌丸さんさすがそこで例えば分かりますね。はいはいはい、そうですか、はい、言ってみればもう自分自ら射精っていうか、まあそうですね、丸ごと射精みたいな、そうですね、そうですよね、11時過ぎてるからいいんですよ、はいはい、そういうことですよ、そういう感じはありますよね、自分がだからその精神になってる感じですよね、はいはいはい、違うかな、いやでも分かりますよ、あの根本明先生がですね、はい、子供が乗り物が好きなのは、はい、精神の時の記憶がまだ濃いからだっていうとんでもない説を唱えてましたけど、そういうくぞーっとかーっ、やっぱ前進しなければっていう気持ちはこれ男の本能、そうです、つまり精神の本能、そういうことですかもしれませんね。いやだからね、その車に興味のない、まあ、男性女性に関わらず、そういう加速感とか味わったことないからじゃないですかね。一回自分で味わってみたら、なるほどなるほど、これ絶対やみつきになりますし、はいはい、これあの電気自動車になったら加速感もっと強くなりますから。あ、そうですか。スピードの出だしの加速感っていうのは、うん、ガソリン内燃機関のエンジンも、うん、はるかに電気の方が、はいはい、あのまあ専門的に言うと、今日はすみません、分かんない言葉出てきたら、いいですよ、いいですよ、各自調べられますか、ね、検索してください。うん、はいはい、あのいわゆる瞬間トルクというのがグラッとかかるんですよ、うん、なので、はい、電気自動車の方がこの加速感はよりでもこれから味わえるようになるんです。なるほど、はい、そういう意味では電気自動車もいいぞと、はい、はい、じゃあ第2、横 G、 加速感が縦の、はい、ね、こう G であれば、まあ、要するに重力がこうかかるという、はい、横 G というのはコーナーを曲がってる時に当然横の車が曲がると横にこう重力がかかりますね、それをこう踏ん張りながら首を鍛えてなきゃダメです、これ。だからあのね、昔、はい、もう名前中大橋巨泉さんがね、はいはい、尊敬してたんですよ、うんうん、でもモータースポーツなんてなんだと、うん、座ってるだけじゃねえかみたいな、なんか写真、あの、はいはい、新聞かなんかにコラムみたいな書いてたんですよ、はいはいはい、ちょっと僕大橋さんが嫌いになりましたからね、巨泉ちょっと待てよと、分かってない、分かってねえなと、はいはいはい、例えば F1 マシンのレーサーはもうものすごく体重が2キロ減ると言われてるんです、1回レース、うんうんうん、それだけ過酷なそのスポーツなんです。 G に耐えながら、はい、首はすごい耐えながらこうチクッとやってるという、もう 4G ぐらいかかるという、 4G なんてもうあのロケットの、うん、あの射出だから宇宙飛行士しか味わったことないぐらいの G なわけですよ、はい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 、それをこうずっと常に耐えながら彼らは、うんうん、やってですね、レーサーというのはプロレーサーというのは、はい、S 字コーナーなんてもう立って右に左にやって、はいはい、呼吸全くできなくなりますか、そうか、人間の肉体にかかるかなり負荷がかかって、はい、それを耐えて、はい、しかもその要するに正確な認識をしながらこうやらなきゃいけないという、まあある人が言いました、スプーンを曲げるよりも、うん、F1 マシンであのスピードで走れる方がはるかに信じられないと、超能力だと、はい、あー、なるほど、ちなみにこれあの、はい、プロレースの話ですよね、はい、その行動で普通のドライバーがそこまでやっちゃうとちょっとね、いやでもあの横じって割と普通 の、 あの法律の範囲スピードでも、はい、例えば箱根ターンパイとか、あの、はいはい、箱根のマインディングロードなんかと、はい、そういう道だとある程度こう味わえるので、それも全然あのあれですよ、あの制限速度内でも味わえる、あ、そうですか、はい、法律の範囲内でも味わえる、これで、で、はい、つまりその結構過酷なわけじゃないですか、さっきの加速が気持ちいいだとすると結構辛いっていう状態なわけじゃないですか、はい、またレースカーでなければ横地も加速と同じで、はい、ちょっと心地いいぐらいの G なんですよ、あ、こう、そうか、ちょっと、はい、ね、あのそこそジェットコースターが気持ちよく感じる時があるように、そうです、こううーっていうのがさらにそれが自分がコントロールしてるわけだから、自分がコントロールできるジェットコースターと考えるんです。なるほどね、ジェットコースターみんなもうお好きな方多いじゃないですか、ジェットコースター好きで車運転しない人の意味がわからないその自分でコントロールできるんですよ、だってそのロジックはちょっと思いつかなかったですけど、はい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 、で意外にだからそういうことでハマって、うん、ジェットコースターとか好きな女性たまにいるじゃないですか、はいはいはい、そういう方が自分で車に目覚めちゃう方もいらっしゃるぐらい、うん、女性のドライバーは結構ね、最近は勢いがあるの、女性のドライバー、むしろハーレーダビッドソンとかバイクですけど、うん、はい、ハーレーダビッドソンのオーナーの割合も、うん、今女性の方が多いとまで言わないですけど、はいはい、かなり3割ぐらいいらっしゃる、あ、そうですか、今女性の方がむしろでマニュアルね、うんうんうん、あのオートマチックじゃないマニュアルの、はいはい、免許取るかあの比率も率が高くなって女性の方が下手したら高くなるぐらい、今女性の方がむしろそういったものを、あ、
もしかして車とかバイクって面白いんじゃないのって目覚めてる傾向あるみたいな。何かこう自分でコントロールする快感に初めて目覚めた世界なんかもそうなんね。そういうね、だから男子はやっぱちょっとそこはだ女の方が政治化してるっていうか、 まあでもね、それ本当にありますよ、かもしれないですよね。本当にそれありますで、ね、ま、はい、街の状態ね、まあいいや、その話は、はい、そうね、そのじゃあ自分でコントロールとしては通じるのがこれ第1位、シフトフィール、はい、もうこれはシフトフィールと聞いても分かんない方がほとんどかもしれませんが、うん、いわゆるマニュアル車ですね、はい、MT 車における変速操作するときのそのシフトノブを1速2速その入れた瞬間の感覚です。ほうほう、カチッとかスコッとかこう、はい、その感覚がまあこれ車によって、はい、いい悪いがまあはっきり分かれるわけですよ、うん、いや要はあんまり心地よくない車も当然あるわけですよね。カシャカシャゴリゴリってなったりとか、はいはい、グニュってなったりとか、はいはい、なんかこうスコッていかない車もあるんですね、うんうん、でそれがこうスコッていくような車を運転してる時のその 1速から2速にこうコンコンってこう下ろしてくる感じとか、うんうん、まあこれ焦点ものですよいや、はい、もうちょっと詳しく説明してください。登る点と書いて焦点ねはいはい、はい、焦点してしまう、あのなんて言ったらいいんですか、車によって本当に違うんですけど、ええ、スコンって入る車ってその何に例えればいいのかな、なんかスイッチとか、うん、人間とこう何かこうスコッと押したりこうクリック感、クリック感気持ちよい時ありますよね。ありますよね、はい、そういうことです。で主に僕、まあ、結構ドイツの車とか好きなんですけど、はい、そこもこだわってるんです。そこのスイッチを押した時の感覚がどのぐらい気持ちいいかっていうのを、はいはい、いわゆるドイツ語で言うとマイスターっていうんですか、うん、はい、職人ごめんなさい、マイスターね、うん、がこうその係の人がいたりする。感覚、そのクリック感覚係、はい、クリック感覚係みたいな人がいたりするんですよ。ああ、はいはい。でもまあ銃とかでもトリガーフィールいい悪いはね結構重要だったりしますし。おい、田丸さんやっぱ話が早い。いやそういうことですよ。はい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 、はい、そこまで分かっていながら免許を取っていないというところ。でも田丸さん、はい、筋通ってますよね。シフトフィールはまさにその自分でコントロールする感覚であり、はい、そしてこのコントロールが心地よくはまった瞬間に例えば加速感があったり、はい、そうですね、何なりが生まれるわけですもんね。で一体感がもうそれが完全に自分の思うままになると浮遊感まで行くということですもんね。もう歌丸さんも全部僕が伝えたいこと分かってるじゃないですか。いやいやいや、感覚としてはね、はい、それは理屈としては分かるんですけども、しかもマニュアル車は何がいいかってやっぱ全部コントロールできるんですよ、うん、ギアチェンジをね、はいはい、皆さん最近でもギアチェンジという意味も分かってないのが多くて、はいはい、もうオートマねやっぱ、はい、普及してますから結局自転車と同じですよ、ええ、自転車も早く漕げるけど軽いじゃないですか、でだんだん重くなって一漕ぎで進める、うん、距離が長くなってくるんです、はいはいはい、まあ、あれと同じものが車にもついているのにもかかわらず、皆さん自転車のギアチェンジの経験があるのに、うん、なぜか車になると忘れてしまうというか意味が分かんない。自転車のギアチェンジも今そういうね、ない昔の我々子供の頃 のギアチェンジがものすごい流行った頃からすると、はい、あんま流行りんじゃないのかもしれないですけど、ね、今電動とかだとアシストとか、ね、本格的にやる人だとまた違うと思いますけどね、はいはいはい、いやだからその自分で全てをコントロールできるのに結局自分では絶対に動けないスピードで動けたりするわけじゃないですか、はいはいはい、絶対に自分で動けないスピードなのに自分がコントロールできるっていうのは、うん、まあ超能力をだからコントロールしてる感覚なんですかね。そういう感覚です。だって超能力者になってるもんじゃないですか。まあ車に乗るってことは200キロで走れないわけだから。まあそれはそうそれはそうウサインボルトでさえ20くどいようですけど、はいはいはい、ウサインボルトの10倍のスピードで自分が動けるんですよ、うんうん、コントロールしながら、はい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 、別にでもそのもちろん新幹線もあるじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、一切自分でコントロールできないわけですから、はいはい、自分でコントロールできる快感っていうのがね、皆さんじゃあみんな意外とそのオートマが増えちゃってるってことはそこを知らずに車乗ってる人も多いっていうことかもしれないですね。だからねやっぱりねオートマ限定免許、はい、もう眼鏡ですね。いやでもさそれは、はい、ある意味そのこっち側ね、はい、そこまで好きな人っていうのと、はいはい、まあ、線引きができるっていうか、はいはい、だからもうわざわざこの時代に、はい、マニュアル車を取ってる人は、はい、そのね、アンディさんの言うところの諸々の快感を分かってる、もしくは欲しいと思ってる、はい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 、ってことですよね。ただ免許取る段階で免許取ってから気づく場合もあるわけですよ。あ、はいはいはい、だからその免許取る段階で AT その時点で興味がない人は昔はマニュアル免許しかなかったので、その時点で興味ない人がマニュアルを自分で運転してみて、あ、楽しいじゃないかって気づけた。なるほど。でも今もう線がもう完全に引かれちゃったので、そうかそうか、 AT 免許の人はそれに本当は気づくべき人だったはずなのに、はい、気づかないまま生涯を終える可能性もあるんですよ。僕なんかゲームでさえ、はい、そのレースゲームですよ。だから出てくるのはレース車であっても、はいはい、めんどくせえからオートマチック仕様とかしちゃってるんですけど、これはもう具のこっちを。いやでもね、ゲームはどっちでもいいです。あれは自分で動かしてるわけではないので、はいはい、僕もゲームではオートマゲームやらないんですけど、はいはい、基本的には、はい、たまにこうね、アーケードゲームとかやるときにオートマ選んじゃったりするので、別にそれはちょっとね、オートマモードの方が多分効率うん、勝てる可能性があるので、はいはいはい、でも本物の、うん、自分でシフトチェンジをしながら、はいはい、コントロールしていく感覚、うん、で本当にこれ調べてほしいんですけど、ヒール&トーといってですね、うんうん、減速しながらブレーキを踏みながら、
つま先でブレーキを見ながらこう、うん、かかとでアクセルを吹かして回転を合わせて、うん、変速の時の、うん、分かんない人は本当に調べてください、うん、っていうスムーズにこう曲がるっていうかこう、うん、ギアチェンジする手法があったりするんですけど、うんはいはい、それが決まった時の快感なんていうものはこれも、ね、経験してみなきゃ分かんないんですよ。なるほどなるほど、うん、でそれを習得するなら皆さんねもう最近ダメなのは自分の力でこれを習得して、うん、あできなかったものができたっていう快感を今機械で補おうとする傾向、はい、車だけではなく人間は何かを習得しなければいけないじゃないですか、はいはい、そこに快感があるわけじゃないですか、うんうん、スポーツでも何でも、はいはいはい、あのボーリングでもね、そうですね、うん、例えばボーリングに例えましょう車の運転を、うんうん、ボーリングに例えた時に、はい、投げる操作をしない人はいないわけじゃないですか。そうですね、全部自分で投げますよね。自分の位置だけ合わせて、はいはいはい、あとはロボットを投げさせるとかってやらないわけじゃないですか。はい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 、あれみたいなもんですよね、だからね、うん、まあ、パチンコが自動になった時俺ちょっと感じましたけどね。似てるかもしれないですね、うん、なんかそれでいいのかって。だってそれ、はい、でしかも10円挟んでこうやってさ、こうやってたりするじゃないですか。あの別に、うん、離れちゃってね、あ、うん、なんかその自分でやってる感がないと、なんかしかもなんですよ、しかもその確率待ちとかになっちゃうともう全部待ちじゃねえかみたいなさ、はい、そう待ってるだけってことじゃないですか、うん、結局、はいはい、いや、あ、そう同じです同じです、うん、いやだからそのパチンコでいうとこの自分で弾いてこう、うん、いいとこにコントロールするっていうね、はいはい、それがなくなっちゃっちゃちょっとあれなんじゃないかっていうことですよ ね、 ね、いやだから AT 限定免許考えた人はちょっと一回口論してみたいですね。口論何を考えて議論ならぬ口論最初からすみませんいいですけどね、あのいいですね、対決戦になっちゃう。なんであんな日本だけですからね、あの世界広しといえども、はい、これね、そのアンディさん の、 その、はい、日本だけですからねっていうフレーズ、はい、ここも含めてちょっとね、はい、これまだ序の口なんで、すいません、はい、これ全然まだ予告部分なんでね、すいません、はいはい、あの一旦 CM 行って、はい、アンディさんが一体どこまで車好きなのかと、はい、ある人物からの証言をもとにちょっと検証していきたいと思っております。ライムスター歌丸のウィケンシャッフル TBS ラジオ954。時の底のロケやホーケー、火を吹くぜ俺の45口径、マイクロフォン持てば即大儲け、チェックしとけ俺が荒川ジョッキー、うらTBS ラジオ第6スタジオからお送りしているライムスターダムのウィークエンドシャッフル、今夜お送りしているのは歌丸よ運転免許も持たずして何が男か、車の素晴らしさを叩き込んでやる特集となっております。プレゼンターは TBS ラジオの大型ワイド番組ザ・トップ5の火曜日担当 TBS アナウンサーの安藤博さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いしま す、 お世話になります。まだ予告編の部分ですからね、かなり今汗をかいておりますね。いやいやいや、もうただね、やっぱその、ね、はい、この熱量に僕はやっぱりね、はい、やられたところもありますので、はい、でですね、はい、ここから後半なんですけど、はい、とある方から、はい、こんな証言が届いております、はい、ということで、あの要するにアンディさんがどこまでね車好きなんだというのを伝えるようなね、はい、数々の証言でもそこからそのアンディさん流の車哲学もちょっと浮かび上がってくると思いますので、はい、はい、私歌丸からトップ5形式でご紹介しようと思います。題してアンディの異常な愛情、車に関するアレな名言トップ5。現在までに購入した車は運10台以上、試乗した車は数百台から数千台。第4位、内部でメカが作動しているのを感じるとゾクゾクするんです。第3位、僕もディーラーに頼んで新車は必ず試乗させてもらっているし、僕の方が数乗っているので別にゴニョゴニョ。第2位、車は男が一人で乗るもの、ナンパの道具に使うやつはできるだけ苦しんで死ねばいい。そこまでは言ってないよ。そしてアンディさんの車に関するアレな名言トップ5、第1位は、日本のモータージャーナリストどもはメーカーと仲良くしすぎ、他の仕事でお金を得てメーカーと利害関係のない僕の方がモータージャーナリスト転職したい転職したいか以上、アンディの異常な愛情、車に関するアルナ名言トップ5でした。はい、ということでね、はい、皆さん薄々お察しの通り、この名言を提供してくれたのは、アンディのことが大好きなザ・トップ5火曜日パートナーコンバットレックさんです。チクリです。いやー、これまあでも大筋合ってます大筋合ってるって、はいはい、大筋合ってるじゃなくて、これアンディさん本当に言ったことですからね、はい、いやちょっとデフォルメはあるんですけど、でもほとんど合ってますね、はい、ということで、はい、コンバットレックさんからの一言コメントもいただいてるので、はい、それぞれちょっと検証していこうかと思ってます。はい、はいはい、第5位、まず、現在までに購入した車10台以上、はい、試乗した車は数百台から数千台、はい、でこれちなみにコンバットレックさんからのコメントです。はい、車が性交渉の相手だと考えれば松方弘樹レベルの偉人っていう松方さんそんなすごいんですか。まあ松方さんは相当だと思いますけど、やりちんという表現になりますけどねということは、だって、まあ、付き合った女性が運10人以上で、こうで、あの仮に一人
人、いや、まあ、やり捨てた女が数百台から数千人数千人ってことですね。これはかなりもう加藤隆さん級というねことになりますね。いやでも確かに、全部しかもローンです。はい、乗り継いできたのがローン、しかも正規ディーラーから買ってるというのがポイントで、はい、車好きの人でよく車好きの、ね、流れてきた車っていうのは、うん、個人的に売買とかあるじゃないですか、中古、はい、僕はちゃんと、普通のディーラーさんに行って、うん、正規ディーラーに行って、うん、いわゆる普通の買い物として、はい、これ10代の人は、ね、あんまりいないと思うんですよね。あーでローンを組み替えローンを組み替えで19の時から今44なんですけど、はい、1回も車のローンが途切れたことがないんです。あーなるほど、 はい、ずっとその感じでやってくると、はい、だからこうしかも僕お酒もタバコもやらないので皆さんがお酒代タバコ代にしてるお金よりは車のローンの額は少ないと思いますっていうふうにねおっしゃってましたね、はい、そのいわゆるその僕ねよくねその DVD 買ったり本買ったり、はい、まあっていうあれで、まあその、はい、付き合ってる人に対する言い訳として、はい、だってさ車が趣味の人とか比べればさ、はい、ってこうついつい出しちゃうわけですよ、はいはいはい、でもそれは違うと逆に言うと僕にしてみれば、はい、まああのね車の好きでお酒とかタバコやってる人はまあ別かもしれない、僕は両方ともやらないので、しかも僕本当に何他に一切お金をかけていないですね、うんうんうん、独身の時なんかは何だろう本当に何もお金かけてなくて、今もちろん家族がいるので、ねはい、家族のためにお金かけてますけど、はいはいはい、グルメとか、はい、ファッションとかそういうそうですね、うん、今日もあの中尾でしたしね夜ご飯中尾あれ美味しい、中尾美味しいですよね、はい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 、あの親子丼最高なんですけど、要するにみんなが思ってるよりは車を40代乗り継いでるっていうのはその金持ちの趣味みたいに思われるかもしれない、はい、そうじゃないそうじゃないんです、うん、本当に好きで、できれば僕アラブのお金持ちだったら一台も売りたくなかったですからね、一度買った車全部所有しておきたかった、みんなどの女も愛してるみたいな、そういうことです、そういうことです、どの車も愛してます。あなるほどなるほど、僕だって一台ももちろん忘れていないし、その時の感覚とかも全て覚えてますからねこれやっぱさコンバットレックのさ、はい、あの車が性交渉の相手だと考えればってメタファーがぴったりきちゃうよね、はい、どの例えをとってもね、正直そうね、あと当たらずとも遠からずっていう感じなんですけど、これはすごいな、はいはい、なの で市場は必ず新しいモデルが出たら行きます。それはカーディーラーというかそういうディーラーに行って、はい、その ひいきじゃないかかわらず、うん、とにかく新しいモデルが出たら必ず行きます、必ず、はい、よくテレビでその、はい、車の CM でなんとか試乗会みたいな、はい、僕その、ね、全くその分かんないから、はいはい、どういうものなのかなと、行けば乗れるんですかね。乗れます、乗れます。で僕の場合あの休みが今まで土日になったことがないので、入社以来、あの平日休みなので、うん、平日に行くので割と空いてるんですよ、はいはいはい、であのそうすると必ず空いてるわけです、試乗車、うんうんうん、なので、割とすんなりとこう試乗できるっていうところもあって、はいはい、あのモータージャーナリストの方ね、さっきちょっと言いましたけど、うん、モータージャーナリストの方で何人かお友達というか知り合いの方もいらっしゃるんですけど、うんうんはい、必ずそこら辺のモータージャーナリストより絶対車乗ってるねっていうのには、これ後ほどにもね通じますけどね、はい、じゃあ第4いきますかね、はい、これね、内部でメカが作動しているのを感じるとゾクゾクするんです。まずピストンが動いてるところを想像しながら運転してるんですよ例えば直列4気筒のエンジンだとすると、はいはい、4つのこう、はい、あれがピストンがこう振動なんかこう上下してるわけですね、激しく上下している、はいはいはい、で吸気圧縮爆発排気っていうこう、はい、サイクルを、ね、サイクルを繰り返してるという、はい、それをこう思い浮かべながら運転してるんですね、大体よくはい、なんていうか架空のね、はい、メカとかで、はい、そのグッとこない映画とかに出てくるのでグッとこない、はい、これはどういうねメカで動いてるのかが全然納得できないよ、はい、みたいなことをおっしゃってますよね、やっぱりこれは、はい、メカが作動してるところを感じてこそゾクゾクする、そういうことです、そういうことです、だからもう楽しいですよそれを思い浮かべながら運転するとこれじゃあそのやっぱりエンジン の、はい、のサウンドが割とこう間近に感じられるような感じの方がいいっていうことなんですかね、はい、でもね僕何でも好きなんですよ、車本当にあの、うんうん、軽自動車から、まあ、運転したことないですけどランボルギーニまで、はいはい、多分全部好きなんです。今時の車ってかなり静かだったりするじゃないですか、はい、ああいうのは静かなのは静かで、あ、はい、ここに防音のあれをちゃんとしてるんだなとか、本当はこうやって動いてるってことは本当はピストンしてる、ピストンしてる、頑張ってるんだな、これを、あ、待ってよ、こういうプロセスで消してるんだなとか、そういうことを考えるのも楽しいんですよ。これね、ちなみにこの件に関してコンバットレックさんのコメント、はい、と語る時のうっとりした表情には明らかに性的な興奮が含まれていますあのね、これもう否定できないですねやっぱそうなんですね、はい、あのちなみにですね、ちょっとこの性的な興奮を感じていただこうかと思いまして、はい、ちょっとエンジン音をいつか用意してやるということで、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと聞いてみましょうか、はい、はい、出ましたこれ V 天然エンジンですよね、多分ね、あ、分かりますか、聞いただけで V 型10気筒ということですね、はいはいはい、だからこう V 型バンクになってて、なんで分かるんですか、聞いただけで、違うからです、音によって。おでアメリカの V8 なんかはもっとドロドロした音なんですよ、はい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 、だからそのこのピストンが V 型になっていて、うん、その 5つずつのピストンがこう並んでるんですけど、うん、こう対抗して、こういうふうにね、V 型に動いてるんですけど、うん、
あれが動いてるって爆発が聖地に爆発することによってああいう音になるわけですよ。うん、だって爆発ってすごい細かくなってるんですよ、ね、そうですよ、はい、バンバンな、はい、それが連続して起こることになってるわけだ、はい、でバレエダンサーの熊川哲也という、はい、人がね、熊川哲也さんが、うん、まあ、なんとか、まあ、ちょっと仲良くさせていただいてるんですけど、はい、まあ、そういう車持ってるわけですよ、はい、アンディさん V10 の音ってフルートなんだよねあ、さすが哲也っぽいこと言いますねこれね。クラシック音楽に造詣がある熊川哲也さんならではのコメントと思って。フルートのその音が出る原理と同じでもあるということなんですか。まあ全く同じではないですけど、おそらくその機体がその隙間をついている音という意味では、まあ似てなくもないですよね。だから本当楽器の音のような音がするわけですよね。もう時間があれば全種類のエンジン音を聞かせてあげたいぐらいなんですけど、今日時間がないとそんなにはできないみたいなんですけど、はいはい、まあ、今エンジン音で性的な興奮を、はい、エンジンの作動をこうまあ想像することによって明らかに性的な、これから電気になってもきっと音はいいと思います。電気はどうなんですか。よくつまんないという人いますけども、僕は多分ね、今電気自動車の実験的なレースカーっていうのもあるんですけど、うん、日産かなんかが作ってるんですけど、はいはいはい、リーフっていう電気自動車のレーシングカー版、うん、まあこれはこれでいい音するんですよね。ヒューンってもう全然違う電気でこうふわーっと上がってくる感じが、はい、の音っていうか、それはそれで燃えるんだ。やっぱちゃんと原理ががっちりあって、はいはい、でどっかでこう物理的にそれがちゃんとつながってるわけですから、はい、車である以上はそれはそれで気持ちいいです。ただ音が静かすぎて電気自動車は細かい砂利とかがタイヤハウスっていうこのタイヤの内側のあれに当たる音がすごく目立つそうです、うん、エンジンの音よりそっちがノイズが目立つ、バシャバシャって音が、それは気持ち悪い、うん、それはちょっと残念ですけどね。正直にはちょっとなんか砂利が入っちゃったんで砂利はちょっとあれですけど、ね、第3位いってみましょうかね、はい、僕もディーラーに頼んで新車は必ず試乗させてもらっているし、僕の方が数乗っているので別にゴーニョゴーニョ、はい、これはですね、はい、コマトレックと会話してる中で、はい、仕事でいろんな車に乗れる松任谷正隆さんとか、はい、羨ましくないですかと聞いた時の回答、はい、なぜか敵対心むき出しのコメントっていう全く敵対心はないですけどまあ実際カーグラフィック TV っていうね、はい、松任谷さんが出てる番組は、今毎週録画して見てるのね、欠かさず見て、別に敵対心はないんですけど、うん、なんて言うんですかね、僕はディーラーに頼んで本当に1ユーザーとして行ってるという、うんうん、フラットに行ってる。でも松任谷さんが行けるディーラー行ってたら、必ず、うん、あ、松任谷さんだって言って扱いを受けるわけじゃないですか。試写室に行くようなもんだな、ね、そうですね、はいはい。でも僕はもう全くその、別に、たまに知ってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、僕、特に男性、普通に働いてる男性知名度が極めて低いので、うんうん、なんて言うんですかね、あんまり全然気づかれないんですよ。うん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 、だから、1ユーザーとして行って、ちゃんとディーラーで試乗をして、それなりのコメントを言ったり、それ扱われたりするので、そこが、僕の方がよりユーザーに近い、こう、試乗ができるなっていうことなんですね。うんうん、敵対性はないんですよ。下にも置かない扱いでこう行くんじゃなくて、はいはい、普通にこの車乗るんだと普通の人はこうやって乗るんだから。そういうことです、そういうことです。まあ、だから映画館自腹で行くみたいなことかもしれないですよね。正解。そういうことです。どうぞどうぞって試写に行かれるんじゃなくて、ねはい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 、ちゃんとお金を払って行ってるのと同じです。うんうんはいはい、市場にお金はかからないです。まあでもそういうその一般ユーザーの感覚で行ってますよということですね。はい、はい。じゃあ第2位のね、これがちょっと一番ね、ちょっと、本当じゃないんですけどね。車は男が一人で乗るもの、はい、ナンパの道具に使うやつはできるだけ苦しんで死ねばいいで、コンバットレックが殺人事件に発展しそうで心配だった。いやいや、すいません、僕死ねばいいとは一言も言ってないですこの最後のところはちょっとコンバットレックが、ね、基本的に僕は本当完全に全ての命は大事だと思ってるので言うことが極端なんですよ。その原理で僕食べ物が残せないですからね。あ、植物、食べ物ってどんなに加工してようが、はいはい、もともと植物であり動物なんですから、何らかの命ですから、その命をね捨てておいて食べ物にしてるくせに残すっていうのは許せないという意味で、うんうんはいはい、命、死ねばいいとは絶対言わない。そこは言わない、はい、まあ、それはちょっと誇張かもしれませんけど、はい、ただナンパの道具に許せないと、はい、許せないのはそうです殴りたいぐらいあるかもしれません。もうこれは多いですよね。こうやってもう一回僕 TBS の社員の後輩に、もう本当にこうやって膝に手を置きながらね、うん、こうなんか姿勢悪い感じで、安藤さん、モテる車ってなんかないですかねって言われた時に、もう本当に僕後輩だろうが二十歳ぐらいのエディさんだろうが必ず僕敬語で話してるんですよ、ね、今日のディレクターの近藤さんにも必ず後輩ですけど、敬語なんですよ、うん、初めててめえふざけんなっていうふうにてめえって言ったのは多分言っちゃった、後にも先にも多分その時だけだった。そうですか、乗るなと、はい、それが目的。それ言われたその後輩はどんな感じだったんですか、リアクションは。膝がとりあえず普通に正座みたいな感じだったんですいや車っていうのは、はい、缶オーケーであり凶器になる可能性があるわけです。
これすごく好きなんですけど、そこは確かに自分にとっても自己肯定感。そうなんです。絶対に忘れてはならないんですよ。うんうんうん、車ってのは危険がはらんでるんだ、はいはいはい。そのぐらい真摯に車に向かわないと危険なわけですよ。うんうんうん、だからマナーは絶対守った方がいいんですね。もうそうですよ。だから、うん、女にモテるための車なんてそういう風なね動機で選んでもらったら、うん、車に失礼だし、はい、危険なんですよ。そういうその動機で車を選んで運転するのは。それこそ助手席にこう聞いてられながら、はい、チャラ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 やってたら手とかをこう出しながらね、はい、太ももとか触りながらっていうのは危険なわけですよ。もうなんかねそれこそ、はい、下手すりゃこう運転しながらなんかさせるなんていうこれはでそれで事故が起こったなんて映画もよくありますよこれ。そうですそうです、はいはい、もう言語道断言語道断だしやっぱ第三人も繋がるぞと、はい、しかも危ないので、うん、だそういう目的では車を選んでほしくないし、はい、その車に向き合ってほしくないんですよ。極端な話でもその確かに車まあ乗ったらもう生きるか死ぬかってこれ冗談じゃないですよね。本当にそうなんです、うん、そこはだからあの車の免許を取る後輩とかにも必ず僕言うんですけど本当に棺桶にも凶器にもなるからなとこれは、はいはいはい、そこだけは忘れずに車と向き合いっていうのに言うんですけど、うん、それは確かに車に乗るときにやっぱね、はい、事故っていうのは当然ねそうなんです。ある意味軽い事故もその含めてねこう常に身近にあるものですからね。だからこうやってもうなんか一回もそれこそ膝立てながらこうやってもうふざけ半分にステレミ握ってね、はい、150キロとかで飛ばしてるやつ見るとお前止まれんのかといざとなったらああその姿勢で、はい、やっぱりちゃんと正しい姿勢でそうですよ、うん、しかもまあこれ言っていいか分かんないです。日本のミニバンで150キロで制動距離がどのぐらいか分かってるのかと。あ同じ車でポルシェでね、はい、150キロから止まれるスピード、はい、距離と、はい時間と、はい、その日本のミニバンって全然違うわけですよ。やっぱその軽いかったりしてこうブーって行っちゃうってことですかね、はい、行っちゃうということですよね。だからそういうことも全部考えながら運転してほしいという意味も含めて、はい、車と真摯に向き合ってほしいということです。気をつけろよという意味も込めてのこのナンパの部分に使えちゃ許せんそういうことですことですね。もうだから本当にね車って本当に真摯に向き合わなきゃいけない道具なんですよこれは。でも、はい、ちょっとねまずいなってちょっと襟を正さないといけないぞって感じだね。いやいやだってパソコンいじっててあまりね事故とかならないじゃないですか。まあねだから死ぬ事故はさすがにパソコンふざけて扱うのと車をふざけて扱うのじゃ全然違うので、はいはい、確かにで分かりました、はい、そういう意味ではふざけて扱っちゃいけないものもう一つ、はい、銃ですよね。まあそうですよねそうですだからそこやっぱ通じますもんね。だって車も銃も、はい人はやめることで銃をですよ、はい、まあ日本ではもちろん持ってらんないけど、はい、いやちょっとあのパイソン撃ってみるよなんつって、はい、ダメですよねそんなことで。そんなナンパの357マグナムですよ ねパイソン。そんな、はい、そういうノリでやられちゃたまたまじゃないですよね。そういうことですよ、はいはいまあ、やる人いないと思いますけど、まあねはいはい、さあじゃあ第1位なんですけどね、はい、日本のモータージャーナリストどもはメーカーと仲良くしすぎ、はい、他の仕事でお金を得てメーカーと利害関係のない僕の方がモータージャーナリスト転職したい、はいでコンバットレックさんこの人がなんでアナウンサーになったのかさっぱり理解できないっていう、ね、僕も時々この仕事には不向きなんじゃないかっていうのはいやいやアナウンサーとして素晴らしいですけど、はい、これそのまず日本のモータージャーナリスト一般というか、ねはい、に対する苦言がありますけど、だからよくメーカーの、宣伝に一役買う場合もあるわけですよ、はいはいはい、当然モータージャーナリストの人が宣伝してくれると、うん、いいですよって言ってくれると、はいはい、メーカーとして嬉しいんで、うんうんうん、でも分かんないですけどまあなりわいとしているのね車のことだけでなりわいとしているので、ね、必要なのは分かるんですけど、うんはい、それをやったらダメだろうっていうのがジャーナリストとして、うん、だからなんて言ってるんですかねこう批判精神を常に持っていてほしいんですよ、うんうんうん、どんなにこういいなと思って車でも、はいはい、当然ジャーナリストっていうのは、うん、褒めることももちろん大事なんですけど、うん、いい車をね、はいはいはい、でもやっぱりここはこういうところをもっと良くした方がいいっていうのはジャーナリズムじゃないですか、はい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 、だからねその僕はアナウンサーという仕事で一応お金をいただいているので、うんそれをやりながらだからここでいろんなことを喋るっていうのは一切メーカーとも利害関係ないし、うんうんうん、まあ一応スポンサーのこととかは考えなきゃいけない立場ではあるんですけど、はいはい、だから車全般に関してねいろいろ考えてらっしゃるわけですから、だから真のジャーナリストだったとしたら車のメーカーとは一切縁を切って あのジャーナリズムを貫いてほしいっていうのはストイックなね、はい、でもということはあのアナウンサーであるからこそ、はいはい、ねその感じが保てるってことだから兼業こそベストってことかもしれないですよね。まあそういうことかもしれないですね。でそういったらやっぱね、はい、そのアンディさんは話聞いてると今すぐ慣れますよね、はい、てか俺例えばモーター番組、はい、自動車番組とか、はいまあ、番組は難しいのかな、はい、でも連載とか、はい、普通にあっておかしくないですよね。したいんですけどね。どうなってんですか。違う局の車番組見てるとぬるいと思いますよね出ましたね。メーカーの担当者言うわけですよ、で一応苦言もね言うわけですけど、うんうんうん、ここはこうした方がいいんじゃないですかねってもういかにも気を使ってるわけですよ。これはでも第一大スポンサーでもありますからね。いやねそうなんですけどね、まあ、ある番組でねその今一番、まあ、これだけ言うと、まあねね、モード燃費っていうカタログ燃費っていうのがあるんですけど、うんうんうん、時間すみませんないんですけど、ねうんうんうんはい、それと実際の燃費があまりにもかけ離れてると、うんうんうん、リッター20キロ走りますよって言ったら大体10キロ11キロなんですよ、うんうんうん、あれはすぐやめた方がいい。
でヨーロッパとかアメリカの基準は本当に厳しくて、はいはい、プリウスなんか日本で38キロって言ってますけど、うん、リッターあたり、はい、実際21キロになってるんですけど、大体ユーザーに聞くと21キロぐらいなんですよ、リッターあたり。やっぱり実際そうなんですかって見ると、はいはいはい、それをやめた方がいいっていうことだけ。要するに一種、その買う側からすればね、実際にお金出して買う側からすれば、なんだよって古代高校じゃねえかっていうふうに感じられるわけですもんね、だってね。そうです。でも今ユーザーの人は実際に自分で燃費測ったりしないので、騙されたまま、俺の車は38キロと思って走ってる人もいるので、なるほど。測ってみてください。なるほど、なるほど。でもさ、そういうさ、その、例えば映画表ね、シネマハスラーだってやりたいことやってますけど、やっぱそのちゃんとそのなんか基準になるようなね、もちろんその人の基準それぞれ違うにしても、はい、そういう場がないんであれば、はい、結構重宝されるんじゃないですかね。頑張ります。今だって映画表僕聞いてましたけど、今歌丸さんの、まあ、素晴らしいと思いましたね。ね、あの結論、いやいやいや、なかなか今日本であの結論を言える人はいないですよ。だからそれもやっぱ関係ないからっていうのはね、まあ、時々ちょっと推薦コメントやったりして、それ絶対の見て、あのこれなら大丈夫、はい、まあちょっとだから関係ね、そのぐらいストイックにいけた方がいいんだろうけど、まあ、確かめてから必ずやってますからね。だからその、はい、ね、そういう問題ありますよね。でもぜひね、そのアンディさんの番組のね、はい、案はね、コンバットルックとね、こういうのやればいいじゃないですかね、はい、その盛り上がってます。ぜひやってくださいね。ありがとうございます。もうできれば聞きたいな。今すぐあなた、はい、いい人材いるんだからね。まあ、TBS 限らずですよ、その、はい、あのカー雑誌でも何でもいいですけどね、はい、ぜひ動いていただきたいと思う。ありがとうございます。はい、というね、アンディさんの異常な愛情ぶりがね、もうこれで皆さん分かったと思うんですけど、恐縮です。もうね、ちょっとね、はい、まとめに行きたいんですよ。いや、もう時間、もう僕、本当に、はい、ありがとうございます。でね、僕ね、実はここまでは、本当に前振りに、はい、本当に前振りで、はい、あの、アンディさんのね、その、はい、主張にやっぱりちょっと、なるほどなって思ったことがある。はいはい、日本、さっきの、先ほどちょろっとおっしゃってましたけど、はいはい、日本の車文化、これでいいのかみたいなことをおっしゃってましたので、ね、はい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 、ちょっとそのあたりについて、ちょっとまとめ的にね、はい、でそれを聞くと、やっぱり、はい、あ、なるほど、その、まあ、免許ないなりにでもいいけど、はいはい、ちょっとこう、車文化というものに対して、ちょっと見方が変わったの事実なんでね。あのね、本当にメールをね、今日、あの、この僕が出る前にいただいたんです、はい、皆さん本当に分かってらっしゃる方は分かってらっしゃるんですけど、やっぱり、あの、今、トヨタのね、トヨタ社長が、名言として、若者が車を離れたんじゃなくて我々が車から離れてしまったっていう言ったんですよ。ちょっとそれで、あ、大丈夫かなってちょっと思ったんですね。あの送りって、それはあのアンディさんの問題意識とやっぱ一致したと。一致した。なので僕トヨタの車は充填主義とかいろいろ言われてまして、実際にトヨタが日本の車をダメにした部分もあると思ってるんです、正直。営業マンが冠婚葬祭の手伝いまでして車を売ってきたっていうところでお金を、ね、うん、莫大なお金をこう、はいはい、ね、あの得てっていう部分もあるので営業力があった、はいはいはい、うんうん、でもちろんただそんなトヨタの社長があの発言をした時に、あ、ちょっといいかもって思いました。で実際に今回のモーターショーでトヨタから86という往年の名車をリバイバルした車が出たんですけど、まあこれ本当マニュアル車がメインの昔ながらの車なんですね、スポーツカーですね。あ、こういうものを出してきたっていうのはちょっと良くなってきたかなと思います。あのスポーツカーというかね、はい、あの本当に車好きが乗るような車っていうのをちゃんとそのレベルを高めて作り続けることの大事さってずっと力説されてたじゃないですか。そうですね、はいはい、そういう意味ではちょっと弱かったここの時に。そうですね。でやっぱりガラパゴスで完全に、もちろんハイブリッドもいいんですけど、ある程度のスピードで行くとハイブリッドって効果がないので、例えばディーゼルエンジンなんかはヨーロッパ中心でディーゼルの今度ハイブリッドっていうのが出てきてるんですね。プジョーから初めて市販された車があるんですけど、まあ、こういった組み合わせになるとさらに良くなるわけですよ、うん、低速域では、電気のモーター出して高速の長距離ではディーゼルエンジン、あ、でディーゼルエンジン効率性があれば全然いい。そうなんです。で、電気もちろんいいと思います、はいはい、ディーゼルエンジンの方が長距離走る分にははるかに効率がいいので、内燃機関としてガソリンよりもディーゼルの方がやっぱり効率がいいので、はいはい、それも知らずして日本人はそのディーゼルは排気ガスが汚いとかっていう、なんかもう昔のイメージだけでこう、で電気は効率がいいとハイブリッド効率がいいとかって自動的持ち上げそういうもんじゃないんだと、もっと多角的に皆さんに車のこと知ってもらって、はいはい、何が自分の、まあライフスタイルに合うのかっていうのも含めて、うん、本当の意味での車を選んでほしいし、はいはい、メーカーもあまりこうユーザーの変なところにカップホルダーも大事です、もちろんね、うん、だけどそういうことだけじゃなくて、うん、あれは缶を受けたり凶器になるんだよってものすごい大きい、その車に本当に真摯に向き合ってくださいっていうことをメーカーもユーザーに対して提案してほしいっていうのがありますよね、うん、はい、そこはやっぱり足りないのが日本メーカー、残念ながらここ何年かは日本メーカー足りないんですよ。やっぱヨーロッパの車の方がそこに真摯に向き合ってるので、はい、そうですか、はい、ここのとこなんかそのこうしてった方がいいんじゃないかっていう提案とかありますかね。こういう方向をもっと強くしてった方がいいんじゃないかとか、はい、だから本当にユーザーをドライバーとして育ててほしいです、メーカーの人たちも。だからドライビングスクールやるのもいいし、うん、それからもうちょっと売りっぱなしじゃなくて、うん、こういう車で本当に僕思うんですけど、教習所でサーキットで使って教習してほしいですよね。車の限界を皆さん知らないんですよ、日本のユーザーの方って。このぐらいのスピードが出てこのぐらいのスピードでこういうブレーキをかけたらこういう風な状態になるのっていうのを全く限界域のもと全く知らないので、だからそういったことを知った上で安全運転をしてほしいんですよね。あ、そうするとでもやっぱさっき言ったその快感っていう、はい、のも味わえるし、危険さもわかります。あ、はいはい、ミニマンで150キロからフルブレーキングしたらどんな挙動を表すのかっていうのをやっぱり知っと
ておいた方がいいと思うんですよね、はいはいはい、そういったソフトとハードの両面で車をちゃんと育てていかないと、うん、メーカーもそれは官民揃ってやっていかないと、うんうんはい、本当にモータリゼーションなくなっていくし、あとそのなんかハイエンドなというかさ、はい、その方向がちょっと甘くなって、うん、でその安売り方向はいいんだけどみたいな話もおっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、そうですね。だからドイツ、例えば日本のメーカーのエンジニアに前この喋ってみようかな、エンジニアに聞いたんですけど、はい、あのドイツの車を見てこれはオーバースペックでこんな車は作れないと、うんうん、コストの関係でも作れない、羨ましいって言ったんですよ、うんうん、でドイツの人だって GNP、GDP で言えば日本の上なわけじゃないですか、はいはい、本当は。でドイツの人ってあの30歳から40歳、まあ40歳ぐらいにならないと新車は買わないそうです。おだから日本の人ってやっぱり新車にこだわったりするので、うんうん、新車をいかに安くするかっていうのはすごく多分メーカーもなるほどなるほどすごくこだわってると思うんですよ ね安くて小さくて、ねみたいな感じですよね。だから結果、まあ、もちろんアウトバーンがあって向こうは200キロで走って200キロに耐えられなきゃいけないってのもあるんですけど、うんうん、でも200キロで安全な車は100キロでも安全なわけで、うんうん、だからそこ の, あなたたちのユーザー100キロしか出ないしこれだけでいいよねって言って、でも新車はこの値段で売ってるんだからありがとうおめえとまでは思ってないかもしれないけど、うんうんうん、コストダウンいくらぐらいしましたっていうことだけに、うんうん、執着してほしくない、ね、はいはいはい、で中古でもいいんです、新車売れなくても中古でもいい車はいいので、うんうん、そっから入っていくとやっぱり車ってこういうもんなんだっての分かってもらえるので、はいはい、だからファストファッションからいきなり入るじゃないでほしいみたいな感じなんですかね、うん、古着のいいものの古着から入ってもいいじゃないですか、はいはいはい、なので、日本メーカーは本当にそういうのを考えて、うん、ユーザーを育てるぐらいまで考えてほしいなって思います。世界的な競争力的にどうですか、はい、まあ、だってもうこれからねコストパフォーマンスで韓国車下手すると中国車もどん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 来るので、そこと、ね、インドもそうですよね。そうです、はい、だから今なんとか日本はその間、ヨーロッパの車と間ぐらいにいますけど、韓国も完全に追いついてきてるので、はあはあ、韓国の車今デザインもでなりふり構わないところがあるんですよ、うんうん、もうデザインはみんな外国の人にしたいとか、うんうんうん、そういったところをで韓国の車今左あのステリングハンドルが左についているので、うんうん、ヨーロッパと欧米と同じだったりするので、はあはあ、そういった意味の FTA もありますし車に有利なんですね韓国のメーカーって、うんうん、なのでそういったところに対抗するには付加価値を寄り付けなきゃいけないし、うんうん、でだからどっちに行くのかっていうのは多分日本メーカー迷ってると思うんですよね。逆にそのハイエンドの方をきっちりやっとくメリット、はい、はっきりしたメリットって何なんですかね。例えばそのレースもしかりもですけど、はい、あのだって例えばレースなんて実験室ですからね、うんうんうん、レースは CO2 排出でやる必要ないっていう人もいますけど、うんうん、コンペティションがあって初めてその技術革新があるっていう部分もあるじゃないですか、うんうんうん、で、レースってスピードも競ってますけど効率も競ってるんですよね。燃費もだから当然競うわけです。燃費いい方がいいわけだから、うんうんうん、それをギリギリのところまで突き詰めることによって市販車にフィードバックされるので、うんうんうん、結局そのモータースポーツの大切さで、モータースポーツどんどん今日本車撤退してますけど、ね、不景気だっつって、そういったところの限界での競争をやめちゃったら進歩ないと思うんですよね。ってことはそれは危機的状況じゃないですか、モータースポーツ思いますね。日本のメーカーにしてみれば、だからそこもちゃんとやってほしいし、ただ本当にそのトヨタ明夫さんという社長がね、うんうん、トヨタの社長がこれから積極的に今進んでいくので、うんうん、そっちに行くと言ってるので、うん、どうなるのかなっていうのを楽しみにしてますけどね。なるほど。ちなみに、うん、あのモーターショーは行かれたんですよね、はい、プレスデーの初日に何が止まりました、いかがでした今年のは。あでも、うん、あのまあ、2年に1回なんですけど、はい、前回よりはあのはるかに、ただまだアメリカのビッグ3だったりボルボ、スウェーデンのボルボだったりは、うん、来てないんですね。あだからあの前回は本当にほとんどの輸入車が来てなかったので、もう完全に市場として海外のメーカーから見放されたかなと思ったんですけど、ちょっとドイツ車なんか戻ってきてるので、まあ、ビッグサイトっていう場所も変わって都心から近くなったという意味も含めて若干盛り上がるかなと思いますね、前回ね、はい、結構 そのね、僕らそのよく知らない認識のレベルで言えばさ、はい、もうだって日本車がいいんでしょ、だってやっぱさ言うてもっていうやっぱ感じがあると思うんですよね。まあ、もう来年期間で言うともうはるかにも日本車はやっぱちょっとガラパゴス化なんですよ、うん、CVT トランスミッションで言うと CVT っていう、まあ、無段変速なんですけど、これ説明すると長くなるんですけど、うん、長くなるけど、うん、そのちょっとガラパゴス化しててちょっと残されてる、うん、日本だけちょっと変わったところに行ってるので、はいはい、もちろん日本の道路事情もありますけど、これ絶対グローバルに勝負していかなきゃいけないので、うん、これからね日本市場どんどん縮小していくので、はいはい、日本の国内の限界はありますか、はい、市場、はいはい、なのでそれを見たらどっちに行くか、そのプレミアムブランドみたいにしていくのか、コストパフォーマンスを徹底的にもっと極めていくのか、うんうん、なんか今ブレがあるところありますよね。なるほどね、うん、いやでもなんかそんな話聞いてて、はい、あそうなんだっていうね、はい、だからそこの危機感のところも含めて、はい、じゃあ俺あれだね、俺関係ないやつって、はい、ポリポリなんてやってたら、はい、俺はまずかったななんてね、ちょっとね、いやもう経済も牽引していく、そうなんですよね、から車のメーカーもね経済を牽引、まあ、もちろんこれからグリーンのね発電の方とか、はい、もういろいろあると思うんですけど、車やっぱしばらく日本の経済を支えていく大きな部分になっていくと思うので、はい、
あ、もうぜひ歌丸さんも、はい、その魅力を味わってください。免許取って免許ね、でも、はい、いやこれでも僕の年で免許取るのまた大結構ね、いやもうそんなことないです。本当ですか。はい、やっちゃえば日本はあの良くも悪くも教習所で免許取れるので、あれも頑強の一つだと思うんだよな。そうですか。原付免許はね、はい、早い話がその誰も教えてくれない状態で行くからさ、だからその何も知らないで行くわけじゃないですか。そうですね。だからそのそれと違って、まあ一応教わってやるんだから、はい、そこは違うなっていうふうにね、はい、思ったりしますけど。まあね、でもまあでもある意味行けば取れるっていうね。はい。まああのクランクでバーがあって何本目のバーがピラーに来た時に曲げろハンドル切れとか。もうそんなもんないだろう、一般社会にはっていう、一般の道路にはっていう、はい、それ教習所で学ぶことなの。何を教えてるんだって感じ。今もう聞いても何の話ですかっていう。教習所のシステムそのものもちょっとどうかと思います、ね、あ、そうなんだ。教え方にもちょっと、もうちょっと、まあ、一般の余地ありかな。利権とか絡んでるんだろうな、あんまり言えないけど、そこはまあ、はい、もういろいろあるんでしょうけど。いやー、俺ねもう今、はい、ね、こう1時間ちょっと話を伺ってきて、はいはい、もうアンディさんが、はい、あの TBS アナウンサーだってことを忘れそうです僕も今自分で忘れてましたけど、はい、でもね、はい、この正直さとね、この熱量っていうのはやっぱりね僕大事だと思うんですよね。はい、もう車愛してますから、なんとかちょっとこれでね、ちょっと僕が一番とにかくそのね、あの車なんてってこうついついこう言いがちな人間なんで、はい、ちょっとリスナーの皆さんもね、ちょっとこれでちょっと心が動けばいいですね、ぜひ、はい、そうしていただければ、はい、ということで、あの車、まあ、あのなんか言いたいことがたまった時点で、はい、まだ吐き出し場所が番組とか、まあ、できてなければ、はい、いつでもお声出していただければ、あの本当に定期的に私もこの番組 ね、はい、あのセルフオファーっていうシステムがありまして、はい、あの出演者の全然、はい、あの企画持ち込みはいっぱい大歓迎なんで、自分の健康のためにもちょっと定期的にここでちょっとガス抜きをさせていただければ、はい、あとねこれ結構ね、はい、やってくれっていうリクエストが多いのは、はい、銃じゃねえのっていう人も結構いるんですよね。ああ、まあでもちょっと日常から離れますもんね。例えば僕は、はい、そのいわゆるそのトイガンですね、はい、エアガンとかモデルガン、はい、もっぱらそれなんですけど、やっぱ実銃ね、はい、射撃体験も豊富なアンディさんによるですね、まあ、そうです、はい、によるあの、はい、男として生まれて銃を歌ずんばみたいな、危機管理ですよねちょっと待ってください、はい、っていうかやっぱり車もそうなんですけど、はい、やっぱそういったものを一回こう触って撃っとくことによって、うんうんうん、撃って僕本当に思いました、これはどんだけ危険なものなのか、はいはいはい、そういう何でも経験してみて、ね、はい、あ、これは絶対に戦争もしちゃいけないし人に向けて撃っちゃいけないなって分かるじゃないですか、撃って初めて、はい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 、そういうことなんですよ ね、 なるほどね、はい、まあ、町山さんからねよくね、あの宇多野君撃ちに来ないよっつって、マシンガン撃ちに来いよっつって、はい、割と軽々しく誘われてるんで、はい、まあ、ちょっと一回行ってみたいなと思っているんですけどね、はい、重篤集もありっていうね、はい、あの特に今年ちょっと俺ね失敗したなと思ってるのはね、2011年もう終わっちゃうけど、はい、ね、あのほら1911型とかあのガバメントね、はい、誕生100年というね、はい、そうですね、ガバメント特集をねそのやりたいの一回提案したんですけど、あの、はい、企画プレゼンで近藤ピン、あの、はい、却下っていうのもありましたんでね、あ、今日ねいただいたあの車好きの方もやっぱりあの両方好きって方多いんですね。あ、車と銃がやっぱり、はい、まあ、RX7 とコルト1911が好きですみたいなメールもあったり、まあ、どっちも、まあ、車精好きというか弾痕崇拝型というか、ちょっとそういう系はね、フロイト的に言うといろいろあるんだと思うんですけどね、はい、ありますね、はい、皆さん熱いメールも本当にありがとうございます、はい、あのぜひぜひあのこの感想メールもね、アンディに激励メールね、はい、ちょっとアンディがひょっとしたらこれでね、あの、はい、車内での立場が危うくなってもね、みんなで助けてあげようっていうねお願いしますそんなことはない、大丈夫ですよ皆さんね、はい、はい、そこは度量あるはずです、すいません、はい、ということでお知らせをしておきましょうかね、はい、はい、まずは何しろあの番組ですよね、残業支援系ランキングトークバラエティザトップ5、これ残業支援系って言ってますけど、はい、これ聞いてると多分仕事にならないっていうのはいつも思うんですけど、ね、まあ、あのすいません、でもそれ踏まえて支援っていう ね、はい、でもこれだってあのね、はい、火曜から木曜日午後6時から10時まで4時間生放送でたっぷりあるから、はいはい、今はね、はい、そんなに聞けるかっつってあの週に、はいはい、だってこのトップ5だけで何時間の12時間あ、そうですね、はい、でプラスこの番組あってとかさ、はい、タッピーサードの要するにこのタマフルが関連してる番組でさえ相当な時間になって言ってんだけど、はいはい、これだって期間限定なんですよね。そうです、そうです、あの3月までと決まってますからね。ちょっとそう思うと、いつかコンバットレックと毎週会う生活からお別れ、はい、いやー寂しいです、寂しいですよね。ねえ、いつもだってレックさん帰るときにこうエレベーターねこう閉じる瞬間、はい、寂しそうな表情するんですよねここから離れたくないっていう、あれが嬉しいんですけど。いや、そうでしょう、そうでしょう。はい、はい、はい。あの、それは、ハシピーも毎週ね、ちょっと経験すると思うんですけど。いや、本当に、だから、楽園みたいなとこありますからね。はい、いや、本当にありがたいです。本当ね、あの、理想の物質みたいなノリになってますからね。はい、
僕も本当できるなら毎週来たいんですよ本当に。だおっさんのガールズトークですからね。おっさんのガールズトーク本当にね。用もないのに本当ね一回言ってましたけど本当にそういう世界なんですよね。もう逆に毎週来ていただきたいぐらい。ちょっと飯あの今度また勝手に行ってご一緒させていただいていいですか、もちろんですもちろんです。はい。コマトリック本当にね朝7時に飲んでてまだおまだ帰るのかよって早いなおいっつって。あそこまではちょっと ねお酒飲まないのでね。僕はね。多分ね、はいはい、多分僕らが飲み出すとそのノリにまた辟易されるっていうのはあると思うんですけど。いやいやもう話はいくらでも今酔ってるみたいなもんですからもう。ありがとうございます、ということで安藤さんとコンバットレックのそのね、熱々コンビは火曜日と、はい、で来週6日のゲストはなんとバブルビーさん、ね、そうなんだって僕、はい、まあいいや、はい、あの調整中ってさっき先週聞いてたんで、はい、あれ決定したのかな分かりませんけどね決定した、この番組、はい、ウィークエンドシャッフルでは小室哲哉特集そしてあの本天堂というね、はい、あのお前が言ってるのは支店だっていうね本店は違うというね、はい、本天堂特集でおなじみの、で実は中古車マニアなの。あそうなんですかバブルビーさん。へえ、ま、中古車なんだ。しかもだからそう多分独自の哲学があるんでしょうね。ちょっと楽しみですね。あるんでしょうね、はい、バブルビーさんとの車トークということなのでぜひ楽しみにしてくださいということでございます。いやーました、ね、すみません今日本当かなりガス抜きましたね僕もういつでも来てください。もう歓迎です。もうアンディさんは、はい、分かりました、あの、はい、無断でガチャって開けて、はい、入ってきていい許可書、はい、ライセンス、まあ、そうですね。いつでももう次の日早くなきゃもうちょっと頻繁に来られるんだけど歌丸よっつっていいですか。はい、ありです、はい、すみません。はい、またよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、こちらこそです。以上歌丸よ運転免許も持たずして何が男か、この俺が法律の範囲内で車の素晴らしさを叩き込んでやる特集 by アンディこと安藤裕樹アナウンサーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後はサタデーナイトフィーバーのコーナーです。ワインスタウトマルのウィークエンドシャッフル。